ありがとう、おじさん。あれ？食べなくなったな。ふーん。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとう。このままじゃ飲めないか。水を入れる皿も必要みたいだな。これ使えるか？うん。よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。この子、さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか？多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は？私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。ユミ？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ。そっちの調子はどうだ？セレナに行けたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまってた。というわけだ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうなんだ。そうか。キリュウ、とりあえずその女の子はセレナに連れて行け。後で警察が保護する。そうだな、分かった。Yeah.
レーナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。ああ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。ああ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき。弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん、名前はなんて言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ。他にどうしようもねえな。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。ふん、この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんはなんでお母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前は
どうしてお母さんを探しに来たんだ。どうしてって自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや、ちょっとちょっと、あなたたちどういうご関係？どういうって。で、何、あなたこの子のお父さんかなんか？ああ、そうだ。ああ、本当に。じゃあ、身分証明できるもんある？ある。持ってないじゃないのよ。ちょっと署まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何？なんで逃げようとするんだね。はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい。これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だからもういじめないでください。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんたいい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。君はお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙。毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そう。ここだよ、おじさん。